なんかさ、コメントで見たんだけど俺あれなんだね、全員敵マンさんっていう人がいますけど、その人が釣り YouTuber ナルシスト三重師みたいな人を挙げてて、一人が K のフィッシングチャンネルの K さんで、もう一人が謎の師匠ケンドキさんで、あと一人がソラランランって言ってたララや、名前ちゃうわまあいいわ、名前が違うのはいいとしておかしいだろなんで俺の名前が入るんやという感じはするけど、まあそれは置いといて、実はですね、この間ね、なんかエゴサしたんですよね僕、バス釣り YouTuber の5チャンネルの掲示板とか見に行ったんだけどそこで語られてたのは、 K のフィッシングチャンネルの K さんと全員敵マンさんと俺が似てると喋り方がね、ニキャーっとしてこうナルシストっぽい感じの喋り方をしてるぞって書いてただから全員敵マンさん本人はね、あのナルシスト三重師で、僕と K さんと剣崎さん挙げてたけど、あの中に入っていけへんわ、無理やわとか本人は言ってましたが、大丈夫です、世間的にはもう入ってますから入ってるらしいっす、はい、つかむしろ剣崎さん入ってなかったからねK さん全員敵マンさん俺ってなんか俺だけおかしいなっていう、俺そんなに名前そんなに知名度ある方ではないと思うんだけどね底辺とか言われたし、まあいいけど、ね、あれが1月28日の動画だったからさ、まあまあこれからこれからって感じだけど、そんなに俺ナルシスト感出してるつもりないんだけどね、なあカボシあん似てないな、なんでしょう、これでもいや気が回ったとはい、ということでね、まあね、道具マニアの K さんと、なんか、なんだ、モノモース系の全員敵マンさんと差別化を図るために、ここは一応俺らしいことをやっていきましょうか。まあ、俺はスキルマニアなんで。で、まあ、僕といえばね、キャスティングですか。で、キャスティングといえばね、2大キャスティング、もうやっと本題に入るけど、キャスティングの中にはね、2大キャスティングみたいなのがあると思うんですよ。一つがミラクルキャスト、某王様が提唱するわけじゃないか、周りが林立ててる、ミラクルキャストっていうのがね、一つあると思うんですよ。まあ確かにあの王様のキャスティングだけは本当にミラクルだと思ってるんで、あの事件はすげえと思うんで、まあミラクルキャストは本当に奇跡の産物だとは思うんだけど、まあそれが一つありますよというのと、もう一個、世界の T が提唱してるのかな、あれは。で、マシンガンキャストっていうのがあるんだけど、まあマシンガンキャストって何ぞやって言われた時に、まるで機関銃のようにこう手返しよくね、次々と繰り出されるキャスティングのことを、まあ、マシンガンのごとくということで、俺の両手はマシンガンみたいなねえ、知ってるハンターハンターだけど、そんなマシンガンのごとくキャストする様子から付けられたのが、いわゆるマシンガンキャストなわけなんですね。だから特定のキャスティングっていうわけじゃないんだよね。マシンガンキャストってどうやるんですかって言われたところで、あれなんだけど、よくわからないんだけど、説明しようがないんだけど、今回はそんなマシンガンキャストをね、説明していこうと思うんですが、で、マシンガンキャストをする上で大事なことっていうのは2つあるんですよね。まあこれ僕なりの考え方ですけど、まあ、2つあると思ってて、1つが円運動、もう1つがタックルバランス、この2つなんですよ。ね、で一つずつちょっと深掘りして解説していこうかなと思うんだけど、まず円運動ね、これがすごくマシンガンキャストにおいてもめちゃくちゃ大事になってくる部分だと思ってるんですが、何かっていうと、例えば、まあ、キャスティングの基本、これを基本をミラクルキャストを基本とした場合、キャスティングって基本的には直線運動なんですよね。例えばオーバーヘッド、ちょっと上に木があるから危ないけど、オーバーヘッドってこういう動きじゃないですか。つまり手を後ろにまっすぐ振り上げて、まっすぐ振り下ろす、まっすぐ振り上げて、まっすぐ振り下ろす、その動きっていうのは基本的には直線運動なわけじゃないですか。だからキャスティングって、まあ、これオーバーヘッドの話だけど、サイドハンドも一緒、バックハンドも一緒、フリップキャストも一緒、竿を曲げて、曲がった竿の反発力でルアーを飛ばしていくっていうキャスティングをする上では、この直線運動っていうのはまあ必須運動なわけですよね。それを基本とするのであれば、キャスティングの基本は直線運動なんですよ。で、例外としてあるのがルアーの遠心力、この回転、この回転運動、ルアーが回る時の遠心力を利用して投げるのが遠心力系のキャスト。で、代表的なところで言えばロールピッチ、サークルハンドキャストとかね、スパイラルキャストとか、そういうのがあるんだけど、まあそれが
いわば円運動ですよね。でもこれはあくまでも応用技だと言われておりますが、マシンガンキャストにおいてはこの円運動をベースとするんですよね。なぜかって言われた時に、マシンガンキャストって何だって言ったら、非常に手返しのいいキャスティングっていう考え方なんですよね。だからこう回収してからの次のキャストに移るまでのこの間とかテンポを可能な限り速くする。だからダダダダダダダっていう、こうマシンガンだよね。ダダダダっていうじゃなくて、だからこう回収してきて構えて、まっすぐ振ってまっすぐ振り上げてみたいな、こういうのはちょっとテンポが悪いってことで円運動を駆使するんですよ、ね、こんな風に。まあちょっとよくわかんないかもしれないけど、結局直線運動ってエネルギーの分断が起こるんですよね。回収してきて構えて振り上げ、まあ振り上げて振り下ろしてっていうところで、まあ何箇所かでエネルギーが分断されるんですよ。回収してきて構えてのここでもうエネルギーが切れちゃってる。で振り上げてのこの振り上げてのところで、まあ、止めが入るわけなんだけど、ここでもエネルギーが分断される。だから分断されたらどうなるかって言ったら、また次のエネルギーを出すために、溜めが必要になってくるんですよ。その溜めが、間になってきちゃって、手返しの悪さっていうのにつながってくるんですよ。まあそんなに気にするレベルではないんだけど、まあマシンガンキャストという考え方の中では、その分断されるエネルギー、いや間ですよね、間を嫌ってるっていうことなんですよね。じゃあそれをどうするかって言ったら、これ円運動にするんですよ。例えばこう回収してきた時にルアーが手前に寄ってくるじゃないですか。このエネルギーね、わかんないかもしれないけど、回収してきた時の、まあ、勢いというかね、この勢い、ルアーが手前に寄ってくる、この勢いを分断させずにロールピッチをするとかね。だからここで例えばね、手で取って、ここでエネルギーの分断が起こるわけですよね。でここからピッチングに移る、これがもう無駄だって言って、まあ、回収してきた時のエネルギーを利用してそのまま円運動につなげてやる。円運動をしている限りはこのエネルギーの分断っていうのが起こらないから、回収してきた時のエネルギーをそのまま利用して次のキャストにつなげるとかっていうのが、まあ、できるわけなんですよね。これが、まあ、マシンガンキャストの考え方の一つなんです。もうこれはサイドハンドでも一緒なんです。だから普通にこういうふうに回収していく中で、回収してきた中で普通はこういうふうに一旦止めて、そこから、まあ、直線運動をする、まっすぐ振ってまっすぐ振り戻すっていうかね、まっすぐ振り上げてまっすぐ振り下ろすね。まあ、サイドハンドだからちょっと振り下ろすとかではないんだけど、まあ、こんな感じ、回収してきて分断してまっすぐ振り上げてまっすぐ振り下ろす、こんな感じで、ね、これが基本なんだけど、マシンガンキャストの場合は回収してきた時の勢いをそのまま利用してこの円運動だから、まっすぐ振ってまっすぐ振り下ろす、この直線運動ではなく円を描くような軌道で、回収してきた時のエネルギーをそのまま利用しながら投げるっていうのを基本にしてるんです。だからどういうキャストをするにしても、基本的にはこういう風に円運動を、駆使してるわけなんですね。ちょっとすげえこれやりづらいんだけど、気があって、なんかこういうエネルギーの分断が起こるピッチングとかあんまりせずに、こういうロールピッチ、円運動につなぎやすいロールピッチっていうのを対応したりするんですよ。こんな感じでね。でこの、まあ、基本的には竿をこう曲げて、曲がった反発で飛ばすっていうキャスティングではなくて、ルアーを回して投げるっていうキャスティング、これはサイドハンドでもそうなんですよ。基本的にサイドハンドと言いながらもサークルキャストのハイブリッドみたいな投げ方をするわけだから、オーバーヘッドにしてもね、だから基本は円運動なんですね。でこの円運動をするために大事なことって何かって言ったら、タックルバランスなんです。これが2つ目のポイント。例えばこの竿だとちょっとまだ分かりづらいんだけど、ちょっと検証したんですが、ハヤテの7号で話を しましょうか。ハヤテの7号、あの竿ってだいたいルアーのウエイトが2分の1オンスぐらいが加減、できれば 20g ぐらいあった方が投げやすいよねっていうタイプの竿だと思うんですよ。ヘビーロッドだし。でやっぱりこの何キャスティングの基本というか、竿を曲げて投げるっていう使い方をするのであれば、ハヤテ7号なのであれば 20g ぐらいからかなと、まあ、2分の1も頑張ればできるかなっていうレベルなんですよ。でもそれって結局竿の硬さに対してルアーが重たいから振った時に竿が曲がりやすいんだよねっていう話であって、この曲がりやすさっていうのがマシンガンキャスト、いわば円運動のキャストをする上ではマイナスになってくる。やっぱりこうあんまりにも竿が曲がりすぎてしまうと、円運動系のキャストってすごくしづらくなってくるんですよ。特にロールピッチね、
生えて7号の場合は 14g が上限、できれば 10g 前後の方が実のところ言うとマシンガンキャストすごくしやすい。マシンガンキャスト系の円運動を利用したロールピッチ各種のキャスティングがすごくやりやすいですよっていうことなんですよ。つまりどういうことかって言ったら、本来竿に対してある程度重ためのルアーを使ってやる方が、竿が曲がってくれる分投げやすいんですけど、ことマシンガンキャストにおいては竿の硬さに対して軽いルアー、もしくはルアーの重さに対して硬い竿を、どちらかというと使ってやった方が投げやすいんですね。だから並木さんの場合、Tさんの場合は比較的硬い竿を好んで使ってると思うんですよ。それはマシンガンキャストするためなんですよね。竿を曲げて投げるっていうのが逆に難しいんですよ。竿が曲がってしまうとマシンがしづらくなってしまうからね。プラスソリッドチップのような先端だけめちゃくちゃよく曲がって、ベリーからバットにかけてが曲がらないみたいな、そういった竿はちょっと使いづらい。どちらかというとレギュラーテーパー気味というか、全体的に張りがあってくれる竿であった方が実はマシンガンキャストってすごくやりやすいんですよね。で、まあ、ダイワとか、まあ、並木さんの提唱するマシンガンキャストとかね、いう竿とかっていうのは基本的には硬いし、チップは硬いけど、あのベリーからバットにかけてちょっと柔らかいみたいな、ダイワ独自のマルチテーパー商法みたいな、商法マルチテーパー製法みたいなのがあるじゃないですか。なんかチップは H でバットは MH ぐらいっていう、そんな竿、そういう竿がやっぱりある意味ではマシンガンキャストですごく使いやすい。ローテーパー気味の竿の方が使いやすいというのかな。はい、まとめましょう。マシンガンキャストをする上で大事なことの一つは、まずは円運動、全てのキャスティングにおいて、そのルアーの勢いっていうのを一切殺すことない、この円の軌道を描いた、まあ、キャストを基準にして考える。それはもともとルアーを回して投げるロールピッチをはじめとしたキャスティングだけではなく、本来直線運動であるはずのサイドハンドだったりオーバーヘッドだったりバックハンドだったりっていう、その全てに円の動きを入れてやるっていうのがマシンガンキャストをする上では大事になってくると。もちろんそれはこういうふうに回収してからの次のキャストにつなげる無駄をなくすためであって、ただただ円運動をすれればいいかっちゅうわけじゃない。回収してからこれじゃあんま意味がないから、まあこれでも最初はいいかもしれないけどね。まあね、すげえ風に流されてるけど、こんな風にね、無駄なく、回収した勢いを次につなげるための円運動っていうのを、行ってやる。それがマシンガンキャストにおいてすごく大事になってくるっていうことですね。っていうのと、その円運動のキャストをきれいに行うために必要なのがタックルバランス、比較的固めでティップまで張りがあるタイプの竿で、使うルアーはあんまり竿を曲げて投げるのに向いてないぐらいの比較的軽いルアーっていうのを使ってやって、ルアーを回して投げざるを得ない環境に置いてやった方が、マシンガンキャストは非常に成立しやすいということです。まあ、OSP プロスタッフの中でもマシンガンキャストができるやつはそんなにいないんじゃないかなと思うんでやべやべ怒られるな。やりたいなって思う人は、その円運動とタックルバランスっていうのをちょっと気をつけてやってみたらどうでしょうかというお話でした。はい、底辺釣り YouTuber そらランランから、お送りしましたマシンガンキャストコートですなあ、コブジー俺のビギニーおいだ気にしてる、めっちゃ気にしてるやんけ。オードウルの出ねえ食事なんて食事とは言えねえからな。こんなんやったっけ。はい、それではそらランランでした。ララやっちゅうねんな。はい。